俺昨日さ、うん、歯医者行ったんだけど、歯医者行ってんの今、うんうんね、うん、奥歯がさ、うん、ね、一箇所、うん、こうなんか治療してたやつが取れちゃったっぽくなったから行き出したら、うん、それがあの奥歯の上なんだけど、左の、うんうん、たら歯医者行ってる途中にまた違うとこが変なになってくるときって、まあ、日村さん歯医者あんま行かない人だから、うん、一気に行ったけど、集中でグッて行ったことあるけどもね、あんま行かない人だから、もう行かないからね、あんま知らないかもしれないけど、よくないこういうの、一箇所行ってると違うとこがなんかあれおかしいなみたいになってくるやつ、うん、だから左の、分かる、うん、左の上で行ってたのに左下の奥歯が、うん、もう治療を過去にしてたところなのに、うん、なんかあれ噛むとなんか鈍痛というか、うん、なんか嫌だなと思って、でもこう治療始めてるとさ、どこが痛いか分かんなくなる時があるんだ、うんうん、あれこっちの痛みなのかな、うん、ここかなと思ってくると、もうどこもかしこも逆サイドとかも痛くなって、うん、なんかでもよく言うじゃん、つながってるから1個やると刺激されてどこかになるそうなんかもねみたいになるみたいな、うん、ほんでそれで1回行ってまた行ったの昨日ね、うんうん、でもどうにもその1回目行ってから、うん、治療してるとこじゃない下の歯が痛いのがつかない感じになっちゃって、うん、で前もそれでちょっとそういう感じなんですって言ってたんだけど、うん、いよいよ昨日は治療してたところの歯が、うん、痛くなった下の歯の方ね、奥歯の、うんうん、ね、初めは上で行ってた、上が痛かったから行ってたけど、やってくうちにどんどん下も痛くなってきてる、うん、痛くというか噛むとどんどん噛むと痛いと、うんうん、で上のやつはもうやって、うん、で下のやつを治療してたやつを上のなんかもうなんつうの、上のかぶせみたいなかぶせとかもう歯にしてたやつなんだけど、それ取ってみて、うん、だからもう結構な削っちゃってくっつけてたんだけど、うん、この上のやつ取って、うん、取ってたら残ってる歯もうそれ神経も抜いてんだけど、うん、なんか歯が割れちゃって、取ってみたら中の歯が割れちゃって、で神経ないけど割れたとこかなんか可能してるのかよくわかんないけど、うんうん、なんかそれで多分ギューって圧がかかるとちょっとこう、結果じゃ上が痛いんだ、いやいや下が痛い、下も痛い、神経ないんだけどね、うん、でなんかあんまりこう久しぶりだったんだけどさ、うん、抜いたのそれを、うん、残ってるって言ったって歯茎からあんま出てないぐらいの歯だったんだけど、うん、なんか上の歯ね、うん、今ちょっと下あ下の奥、下の奥、あはい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 、あないないない、うん、一番奥の歯ね、バッテンで縫ってある縫ってある縫ってある、でこれをさ、うん、なんかさバッテンになった、上をちょこっとこう治療して、で、うん、そっちも見て取ってみましょうなんつってやって、うんうん、で何のさなんか心構えもなくさ、その前から別に抜きますかも、抜きますよとか予告もない、予告もなく、うん、その抜く寸前まで抜くと思ってなかったわけ、うん、まあなんか治療で治るだろうと思ってたけどね、でもう説明されてる段階でももう神経も過去に取ってるし、うん、とか言って、でもう別にそんなに抜くとかじゃないんだろうと、じゃないんだろうなと思ったら抜くわけ、うんうん、おお抜くんだと思って、うん、ね、うん、で怖いね、怖いよ、だけどもう神経ないし、うん、痛くないんだろうなと思って、うんうん、ね、うん、だけど麻酔しますっつうか、うん、あれ麻酔するんすかっつって、うん、神経ないんじゃないの俺のここは、うん、だけど、まあ、抜くとなるとやっぱ麻酔しますと、うんうん、ね、で神経なくても、うん、痛いと、その歯は骨のこと、ああ、うん、ここで麻酔何本かやって、うん、ここで抜き出したんだけど、うん、痛いの、痛い、手挙げてくれって言うんだけどまあまあベタな話ですよ、その痛かった手挙げてくださいって言うから、うん、何回も手挙げちゃって何回も打つんだ、そのちょっとずつ手挙げるとやめるんだ、ああいうのってやっぱりやめるんだよ、痛くないようにやるから大丈夫ですよって言ってでちょこっとまたなんか麻酔打ってんだろうね、うん、だけどね、なんかねここに入ると痛いみたいなところが一箇所ある、あこうなんかなんだろうね、わかんない、そのそこが結局可能してるんだもんね、多分ね、なんだろう、神経がないから、ね、歯自体を抜くのが痛いのじゃなくて、肉体が何かされて痛いのかな、わかんないけど、一箇所だけこうグリ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 のグリグのところが痛いもん、だからそこ来ると手上げた、何回もちょこちょこ手グリグリグリホイって手が上がるんだ、その部分をね、でゆっくりゆっくりやってくれるんだけどでも
最終的にあすげえさなんか痛い痛い手あげんのもさ大人だしね。いい加減ね。なんかちょっとはそれ痛えのかなと思ってさ。うん、でちょっと我慢もするじゃん。うん、このぐらいだったらまあまあまあみたいな。うん、だけどもう最終的にはさ、ね、すげえ痛いの。麻酔何なんだろうってことでしょ。つまりその麻酔が効いてないんでしょ。俺そうかもしれない。個人で差もあるしねあれって。ね。これでなんかさあんま打つのも良くないのかなとも思い出すじゃん。なんかそんなに打つみたいな、うん、麻酔を、うん、でもすげえ痛かったんだけど、あのあれないんでさ、あの俺ね麻酔をこうゴン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 打っていくとさ、なんかこうモヤモヤしてくるとかさ、うん、あの、うん、頭痛薬を飲んで頭痛い時に、うん、でも効かないからってまた飲んじゃえって飲んだことある、うん、あ全然ある。そうするとさなんかこうもやもや胸のあたりがして、うん、みたいになる時ある、うんうんうん、ね、わかるよなんか、うん、それで俺ねわーってそっちに転がるとやばいって思うからで鼻で息してふーって正気を保つみたいな、うん、持ってかれないように。俺岡宗さんいるじゃん、うん、山さんと旅行行った時に、ね、フリーのディレクターさん、友達関係と仕事関係の間の人みたいな、うんうん、この番組でオカルトさんだけどね、岡宗さん、ね、うん、でこの話岡宗さん出てくるの。岡宗さんと、うん、あのその後にご飯食べてたの。ちょっと歯医者が終わったと。いやだ歯抜くなんて思ってないから約束してたんだ。そう、それでさその話したら、うん、前それで岡宗さんはその麻酔がダメなんだってパニックになっちゃって。そういう人もいるんだよ。だから俺がそのモヤモヤの話したら、それでそっち側に行くとパニックになっちゃったってわけ。俺のあの閉所恐怖症と一緒。いやそうかもしれない。だから昔はなんともなかったんだけど、そのモヤモヤがどん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 行って怖い、なんか嫌だとか感じ出すと、もうどんどん持ってかれちゃう。パーってなっちゃうから麻酔がもうできない。その歯医者の麻酔なしで抜いたろうと思ってんですよ。今やってるんですけど。岡宗さんが。それだけど、いやいや、そんな、そういう問題じゃないって、抜けない、そんなの。うんうんうん、ね、うん、ちょっとじゃあ、精神的なもんもあるんだね、ああいうものってね、じゃあね。でも、精神的なのかな、昔は全然大丈夫だったんだけどね、もやもやして。ね、うん。うわーって気持ちしっかりして。俺、嘘を戻してやってたんだけど。うんうん、なんかそんな話してて、今でも久しぶりなんか抜いてさ、それ抜いたってことは、まあ、結局入れるってことでしょ。まだ歯をこれがいろんな治療方法があるんだって。そのインプラントっていうのもあるし、ね、あとは外側の歯にかぶせてって歯をこう1個2個手前からかぶせてかぶせて、ここにこうなる3本のブリッジみたいな感じで、こういうのを作るっていうのでやっぱあの行く期間にもよるから、なんか今それにしようとしてんだけど。ああ、要するに、うん、俺はそれわかるわかる、うん、あの仮番の時それやってたから。ああ、ブリッジみたいな。そう、カパッタベチ3つ。でもそのインプラントも時間かかると、まあね、ないからネジ埋めてそこに歯やるじゃん、うん、そうするとやちょっともうまた結局麻酔だからね。ん？麻酔してブイーンって穴開けるから、俺ほら顎の骨に。そう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 。いや怖っ。そうするとまたモヤモヤが出てくるから、はい、モヤ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 出てくんのかな。それは痛かったの。じゃあ俺全然痛くない恐ろしいよ、ね、全然痛くないんだよ。それちゃんと麻酔してんでしょ。でもバンバン麻酔打たれてるし、だ衝撃あるんだ。そのカンカンカンって打つじゃない。それジャニオタがだって言ったもんね。そう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 。あトンカチです、ドライバーです。そうそう、あれあれあれ、うん、なんかドライバーがグイッグイッグイッって入ってるなとか、そういう感覚が分かるけど、イレッレッがもう全くない。いや日村さんやっぱさ歯をね、もう上も総インプラントの下も奥歯インプラント、うん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 、実質日村さんの神セブンだよ、残ってる人。日村の前歯は、まあ、日村の神セブンって言われてるけどねセブンからどこか忘れちゃったけど、そうそうそう、全部これは前歯ね。そうだからさ、日村さんやっぱ俺憧れるところはガリガリ君とかガンガン食っても全然染みないわけ。もう全然染みないよ。俺なんかさ、別に歯、それは虫歯どうこうっていうよりも、ちょっとやっぱ冷たいものとか食べてさ、いや、染みたりするから。ねかね。うん。それ嫌じゃん。うん。でも、そこは憧れんだけど、うん、でも。憧れないでしょ、でも、本気の本気を考えたら。全然憧れないでしょ。いや、まあ、だからアイスとかあんまそんな食べないから、ね、そこまで、日村さんほどね。うん。うん、いやいや、でもいいと思うよ。本当？でもその、でもサイボーグみたいじゃん。サイボーグで日村さん。何にも感じないなんて。うん。日村さん、ね、サイボーグ000でしょ。あ、000赤ちゃんだ。あの、予知夢の、うん、あれか、うん。あの、で、インプラントもでもさ、要は、わかんないけど、うん、
長く持ちはすると、うん、でもいつかやっぱもう一回やったら完全だって思ってるけど、うん、まあもしかしたら20年後とかに歯周病とかね、うん、そういうのは もちろんあります。そうそうそう。あ、そうなんだ。俺も一回入れたらもう死ぬまで、要は何なら。俺もそう思ってたの。あの、骸骨になっても歯だけあるぐらいのね。のイメージだったけど。それぐらいもう何もない、完璧な俺は歯を手に入れたと思った。そんなことはない。歯抜きはやっぱりある。ね、あ、聞いた、やっぱ。そうそう。だから、あ、そっか、とか思ってさ。うん。でもまあ20年持ったら全然ね、うん、もういいなと思うんだけど。うん。インプラント、まあ、時間がかかるよね、やっぱりね。かかるよね。芯入れてから何ヶ月も定着させ、そう。それがあるから。そう、いろいろそう考えてさ。そう。なんだっけね、下の歯だと、3ヶ月とか芯入れてから骨とこう一緒に同化するまでが3ヶ月って言ってたかな。上の方が時間かかるんだって。まあ、とにかく4、5ヶ月はトータルで行く。そう。いや、だからそうなるとさ。大変だね、朝の帯なんかやっぱやってるとね。いや、別に。なかなか行きづらいよね。ああ、まあまあ、歯医者行ければいいけど、その期間的に短ければ、そのかぶせるやつは2、3ヶ月かななんて言われてたから、うん、半分かと思ってさ。うん、今そっちにしようとは思ってんやけど、うん、歯医者もうずっと行く、本当一生歯医者一生風邪って昔言ってたけど風邪はずっと治ってないの？いやもううっすら風邪がずっとあるでもわかる、なんかこれ風邪ひいてんのかなみたいなのが、うん、うちゼロになんないんでね、うん、まあまあ風邪に関しては 何年か前からかあの割と引かなくなったよね俺。あ、そうだ、うん、佐田さんがドラマとかすごい出らすようになったか、うん、あたりのね、うん、まあまあ休めれないしね。その前はもうほんと季節の変わり目絶対引いてたりしてたけど、うんうん、だから歯医者はさ、まあ行かなくなる期間はあるけどまた行くんだよね、うん、あれ何でもない時に行くんでしょ結構みんな。そういう話聞くんだけど、日村さんと歯医者の話しても分かんないか。歯石取り行ったりとかしてるんでしょ。いやいや、あの行く人は虫歯じゃなくても定期的に行って検査をしたりとかして、うん、あ、検査、いや偉いなと思って、その方が絶対いいんだよね。そうすると初期症状で治せるからさ、ね、何でも初期、そうだよね、痛くなってから行くよりは、うん、痛くないのに行って、うん、メンテナンスしてる方がいいよね。まあね、そうだよね。日村さんとか行かなくていいの？いや俺絶対行った方がいいよ。歯石はだって歯石が溜まるから。じゃあそのインプラントの改造をしてから、うん、定期的に絶対行ってない、行かなくていいの？なんかそういうの来てくれとか言われたりしてない？絶対、いや特にその向こうからは言われないけど。あ、言われてないんだったら別にいいだろうけどね、うん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 、俺何でもそうだもん、あのそうなってからじゃないといかない人だから。そうだよね、そう、うん、ピンチになんなきゃいけないっていう。確かに、そう、何でもそうだね、ひろさんね、何でもそう。